大阪府北部地震大阪府北部地震は2018年平成30年6月18日7時58分頃日本の大阪府北部を震源として発生した地震地震の規模は M6.1 で震源の深さは 13km ともに暫定地最大震度6弱を大阪府大阪市北区高槻市平方市茨城市 見直しの合宿で観測した。なお、気象庁はこの地震の命名を行っておらず、公的機関では大阪府北部を震源とする地震や大阪府北部の地震などと呼称されている。報道機関等では大阪北部地震、大阪地震とも表記している。防災科学技術研究所によると、本震は西北西東南東を圧縮面とする逆断層型。 気象庁マグニチュード暫定値は M6.1 である。その後の余震活動では、地震活動域の全域で横ずれ断層型、北側で逆断層型というように混在した方の地震が発生している。政府の地震調査委員会によると、発信機構及び地震活動の分布から、震源断層は南北二つに分けられ、北側は東傾斜の逆断層、 南側は南東傾斜の右横ずれ断層であったと推定される。この地震は新潟神戸ひずみ集中帯の南西部で発生した。震源の周辺には有馬高月断層帯や伊古間断層帯、上町断層帯など複数の断層帯が存在するが、地震調査委員会は7月10日、これらの活断層が動いた証拠はないとの見解を示した。 大阪府付近の被害地震としては、兵庫県南部地震、1995年、M7.3 以来で、それ以前では、川内山和地震、1936年、M6.4、さらに遡ると、有馬高月断層帯が、起震断層と推定されている、慶長不伏見震、1596年、M7.5 がある。地震当日に、時事通信など、 マスメディア各社は、気象庁が1923年、大正12年に観測を開始して以来、大阪府で、震度6弱以上の揺れを観測したのは初めてと、報道した。しかし、この間に、震度の観測法や、観測点の密度は大きく変わっており、過去の地震で観測された震度などの情報と、本地震を単純に比較することはできない、詳細は、いや、お参照。 また、気象庁震度階級が大きく変わる契機となった1995年の兵庫県南部地震では、気象庁の現地調査により、大阪府の一部地域、大阪市西淀川区つくだ、と中市省、本町、池田市住吉が震度6であった判定されている。9月18日までの総務省消防庁の集計によると、大阪府内で死者5名。 二府五県で負傷者454名、うち重傷者40名、重家の全壊16頭、半壊472頭、一部破損53,751棟、火災は大阪府と兵庫県で7件確認されている。死者は高槻市及び茨城市、大阪市、美濃市で発生している。このうち見直市の1名は地震で持病が悪化して地震当日に亡くなったもので、 災害関連死に認定されている。地震保険の支払い額は10月11日時点で946億円を超え、東日本大震災、平成28年熊本地震に次いで第3位になった。滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良の5府県のエレベーター214機で閉じ込めがあったが、当日中にすべて救助された。エレベーターの停止が長期化し、 生活への影響が深刻になっている。ビル設備完了で2社が把握しているだけでも、契約3万4000機が停止した。復旧の順序について、日本エレベーター協会によると、復旧を最優先するのは、エレベーター内に閉じ込められた人の救出、ついで病院などの建物、行政機関が入る、公共施設、高さ60メートル以上の高層住宅の順で、 復旧を進め、一般のマンションは最後になるとしている。高槻市では、樹栄小学校のプール沿いのブロック塀が倒れ、登校途中の小学生が下敷きになり死亡した。倒壊した壁は、もともとあった高さ1.9メートルの壁の上に、目隠し目的で、ブロックが8段分1.6メートル積み上げられた部分だったため、 建築基準法施行令により定められたブロック塀の高さ基準2.2メートル以内をはるかに超えていた上に高さ1.2メートル以上のブロック塀に設置が求められている控え壁もなかったさらに2015年11月に防災アドバイザーが壁の危険性を指摘していたにもかかわらず同志教育委員会の職員2名が2016年2月に 目視や内糸による簡易検査を行い問題なしと判断していたことが判明した。浜田岳高槻市長は18日に記者会見で謝罪した。高槻市の事故を受け、文部科学省は事故が発生した小学校に職員と専門家を派遣するとともに、全国の小学校、中学校設置者に対して敷地内のブロック塀についての緊急点検を 実施するように緊急の受けを行うことを決定した。また、大阪府野市では、市内の公立の全省中学校に設置されているブロック塀について、すべて撤去する方針を決定した。国土交通省住宅局建築指導課は、6月21日に一般建築物におけるブロック塀のチェックポイントを作成し、特定行政庁などに対して、チェックポイントに基づいて、 安全点検を行うように通知を行った。関西電力では18日8時20分時点で大阪府内の約17250戸、兵庫県内の約690戸で停電していたが10時20分までにすべて復旧した。本地震発生後に高槻市の道路や大東市の住宅街では上水道管が破裂し水が噴き出たことが確認され、 高槻市、美濃市、茨城市、平方市などでは、断水や水の混濁が発生した。大阪ガスでは、茨城市で64,254個、高槻市で45,745 45個、水田市で1,208個、摂津市で744個の合わせて11,591個を対象に、安全確保のために、都市ガス供給を停止した。ガスの供給は、 地震から6日後の24日に全地域で復旧した。地震発生から47分後の8時45分時点で NTT ドコモや NTT 東日本、NTT 西日本は災害自由線電話の確保と服装防止のため大阪方面への通話を制限していたが同日12時までにほぼ解除した。地震発生当日は 大阪府を中心とした関西地方の多くの交通機関が運転を見合わせたため多くの帰宅困難者が発生。新淀川大橋は徒歩で帰宅する人で埋まった。鉄道は東海道新幹線が18日12時50分まで、山陽新幹線は14時過ぎまで一部区間で運転を見合わせた。在来線では JR 西日本と JR 東海の大阪府、京都府、 奈良県、兵庫県、滋賀県の2府3県内すべて、鉄道路線で一時列車の運転を見合わせ、19日朝の始発までには2府3県のほぼ全線で運転を再開したが、一部では地震の影響が残った。その他の地域では、瀬戸大橋線でも岡山県内で緊急停止信号を受信し、特急などが多数運休した。大手私鉄では阪急、南海、阪神、 京阪、大阪メトロが全線で、近鉄の一部路線で運転を見合わせたが、各社とも午後から夜にかけて運転を再開した。阪急京都本線では、茨城市駅のホームの電光掲示板が落下し、南茨城駅では、駅舎損傷のため18日夜の運転再開後も、全列車が通過扱いとなり、19日の利用再開後も一部の駅施設が使用停止となっている。 阪急千里線は、南千里駅で、ホームが一部損傷した。その他にも、震度5強を観測した阪急京都本線、大山崎駅、水瀬駅でもホーム、エレベーター出口付近にひび割れなどの被害が出た。大阪メトロ未動筋線、北大阪急行では、新大阪駅東三国駅間及び、江坂駅緑地公園駅間の第三機場が落下した。大阪モノレールでは、 万博記念公園駅での分岐機故障のため、18日19日の2日間に、渡って、全線で終日運休となった。モノレールは上空に設備があるため復旧に時間を、要し、全線での運転再開は23日の始発からとなった。23日の大阪モノレールの全線、運転再開により、京阪神の鉄道網はすべて復旧した。なお、大阪モノレールは、 翌24日、地震の影響によるものと見られる車両の不具合が発見されたため、再び全線で運転を見合わせ、25日から本数を減らして運転再開した。バスは、京阪バスのダイレクトエクスプレス時下急京都号など、京阪新築とを結ぶ多くの高速バスは18日には運休した。航空路線は、十八日十八時時点で、 大阪空港を発着する計82便、出発便41便、到着便41便が欠航し、関西空港では国際線出発便13便などに最大3時間の遅延が発生したが、いずれも翌日までには回復した。関西空港では天井や壁面に小規模な被害があった。都市高速道路は阪神高速道路の全線、高速道路は ネクスコ西日本の一部区間で通行止めとなっていたが、18日13時頃までにすべて解除された。また、名神高速道路スイーター IC から豊中 IC の区間で橋との接続部の路面の盛り上がりが確認され、走行車線が規制されている。国立循環器病研究センターでは、入院患者から負傷者が発生したほか、 屋上の水タンクの破損による上層階への浸水などの被害が発生。非常用電源設備も浸水し、関西電力より電力車が派遣された。自衛隊による災害派遣支援を受けるものの、19日までの外来診療、手術が取りやめになったほか、患者の定員や自主単位が発生した。他の病院などでも医療用ガス不足や職員不足などによる 病院機能低下が報告されている。ダマットについても大阪府、京都府が事件活用を行っているほか、大阪府が近隣府県からの派遣要請を準備していた。災害時の心のケアを担当する D-Pad については20日までに待機解除となり、必要に応じて大阪府 D-Pad が準備待機を取れるよう実施している。地震の影響により、6月18日に、 J グリーン堺で開催予定であった第71回近畿高等学校サッカー選手権大会決勝戦につき男子は試合を中止し大阪桐蔭高等学校と阪南大学高等学校の両校を優勝とし女子は全国高校総体の組み合わせ抽選に影響が生じることから日野本学園高等学校と 大阪学芸高等学校の試合を6月25日に延期した。J リーグガンバ大阪は、同クラブが指定管理者を務めるホームスタジアム、パナソニックスタジアムスイタのシャワールームを6月22日から30日の13時から20時の間、被災者に無料開放し、同クラブ選手会が、石鹸、シャンプー、リンスなどを提供する一方、 J3 リーグに参加しているガンバ大阪 U-23 が23日に近隣の万博記念競技場で開催予定だったホームゲーム第ザスパク殺群馬戦を延期した。公営競技では京都向こう町競輪場では観覧席の窓ガラスが損傷などしたため6月19日からの4日間開催及び松山競輪場の場外車検発売を中止とした。 天ヶ崎協定場ではこの地震で排水管に亀裂が発生したことにより水漏れが発生し場内の機器が使用を不可能に陥りまた関係者室も物が崩れ落ちるなどの被害が発生したため同日以降の開催説最終日までのレースを中止し次節の6月26日から7月1日の開催も中止を決定した。将棋の期戦でも6月19日に大阪 関西将棋会館で対局が予定されていた第77基準位戦、C 級一組一回戦、森下拓九団体、藤井聡太七段を含む八局が、地震の影響により延期された。また関西所属の騎士三名、船、高校平六段、坂口悟五段、宮古清流馬五段もその日に、東京、千田谷の将棋会館での対局が予定されていたが、延期された。 古都京都の文化財や古都奈良の文化財として、世界遺産に登録されている西本願寺、東大寺、平等院法王堂などの文化財、岩清水、八幡宮、国宝などにおいて、破損や東福などの被害が生じた。水田市の国立民族学博物館が、建物の被災による安全確保と展示物整理の観点から、臨時休館を決定した。 そして9月13日に一部公開、10月中旬に全面公開する予定と決定した。水田市の大阪日本民芸館は施設と展示品の一部に破損が確認されたため6月18日、19日と21日以降に休館したが、6月30日に通常開館を決定した。水田市の万博記念公園では施設の一部が、 地震により破損したため、18日から当面の間、臨時休園とする措置を取った。なお、同公園の象徴たる、太陽の塔の公開については、安全が確認されたとて6月21日より、公開を再開している。停電の影響で在阪の金融機関の一部視点で、臨時休業が相次ぎ、また ATM も使用できなくなったが、期間決済には影響はなかった。 交通機関の乱れや設備の損傷などにより、大阪県のデパートなど商業施設は18日に多くが臨時休業し、一部は19日まで休業し、一般の店舗でも18日には臨時休業が相次ぎ、または一部フロアの営業を中止した。パナソニック、ダイハツ工業、江崎グリコやサントリーウイスキー、山崎蒸留所などの工場も18日には、 創業を停止し復旧対応に追われた。ララポートイクスパシティは18から19日に営業休止し、21日も休業となった。大手牛丼チェーン店の吉野屋では地震発生と同時に大阪ガスからのガス供給が停止したことにより牛丼用の米が炊けなくなったため大阪府内の41店舗で営業を休止した。日本財団は地震発生日のここより 被災地に対しての支援活動を開始し、同時に地震被災地への支援金の寄付の受付を開始した。その4日後の22日には、日本赤十字社も地震被災地への義援金の寄付の受付を開始した。ジャパネットホールディングスは7月13日にテレビラジオ、インターネット通販で防災グッズを販売し、その売上のすべてを大阪府北部地震及び、 平成30年7月豪雨の両被災地に寄付すると発表だ。最終的な寄付金額は約1億5500万円。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。